ヤグラカンパニーの後継者を降ろされたシドはフカちゃんと一緒に家出することに。だがお前らの世話になるわけには。水くせえな、一緒にフェスティバルをやった仲じゃねえか。騒がしそうへようこそだと。悪いな、風呂まで貸してもらって。いいな、すごい雨だったもん。大変だ。どうしたの。これを見るドン。おみこしスターズ、ヤグラフはアイドル引退か。関係者によるとヤグラカンパニーを継ぐという噂。そんなヤマト、しっかりしろ。関係者の噂って書いてある。まだ本当かわからないドン。バカバカしい、姉さんがアイドルを辞めるわけないだろう。辞めるわけ。電話通じない。どんぎゃ。家出した手前、帰るわけには。でもこうなったら行くしかない。どこへか。姉さんのことを一番知ってる人のところだ。それってもう一人のおみこしスターズ、レミのとこだと。行くぞ太鼓。ヤマトは置いてけどん。あ、俺が見てるで。レミ元気ないどん。かっちゃんごめんね、せっかく遊びに来てくれたのに。レミの好きな豆腐ぐしゃぐしゃどんつけれどん。そしたら元気になるか。ありがとう。突然失礼します、レミさん。シド君、それにドンちゃんたち。姉さんの引退リークのことで話が。ごめんね、私もよく知らないんだ。シド君こそ何か聞いてないの。俺は昔姉さんと喧嘩して、それからあまり。そっか。俺は姉さんがなんでアイドルになったかも知らない。でもレミはずっとフワと一緒だったの。何かわかることあるかもしれないと。そうだ、何でもいい、聞かせてくれ。レミさんが知ってる姉さんのこと。わかった、話すよ。これは私とフワがおみこしスターズになる前のこと。ワン、ツー、サン、シ。ここで客席に向かってにっこりパチパチパチ。やった、誰。ダンスすっごく良かったよ、特に最後の表情。君って笑顔が太陽みたいだね。ね、私フワって言うんだ。あ、私はレミ。レミもアイドルが好きなの。同じだ。それが私たちの出会い。昔の私は引っ込み思案だったけど、フワとはすぐに仲良くなれたんだ。アイドルって素敵な仕事だよね、憧れちゃうな。決めた、私次のフェスティバルに出る。あ、フェスティバルっていうのは。知ってるよ、審査員私のお父さんだもん。ってことはフワってヤグラカンパニーのお嬢様。うん、実は次期後継者なのです。すごい。でも本当は私。ふわ。ううなんでもない、頑張ってね。レミなら絶対アイドルになれるよ。ふわは私をいつも励ましてくれて。でもある日。ふわ、そんなところでどうしたの。家出してきたの。本当は私後継者になりたくない。自由に好きな夢を見たい。でも私には。じゃあ一緒に好きなことやろうよ。なろうアイドル、二人で。ありがとう、レミは私の太陽だね。じゃあフワが優しい雨だ。雨？そう。それでさ、二人でとびきり素敵な虹になろうよ。それから私は、私たちは夢に向かって走り出したんだ。姉さん、二人は本当にすっごく仲良しだと。なのになんで聞かないのか。それは大事な友達だから、本当のことを知るのが
怖いんだ。だってフワは私がアイドルに誘った。どうしよう。でも本当はやりたくなかったかも。楽しくなかったかも。聞けないよ。怖いよ。レミさん、でも本当の心がわからないのはもっと悲しいドン。俺もずっと怖かった、姉さんと向き合うのが。でも大事な相手だからこそぶつからなければならないんだ。俺は本当のことを知りたい。なら俺に任せるドン。な、なに？急にテレビがついたドン。映ってるのはヤグラカンパニー？ガッガッガ。こんなこともあろうかと監視カメラのハッキングプログラムを作っておいたドン。本当のことを知りたいか？なら俺が暴いてやるドン。お前、後で説教だ。なんでか？勝手にハッキングしたからだドン。どうしてアイドル辞めるのかって、私がアイドルになったせいでシドにたくさん苦労をさせた。でも私がアイドルを辞めて後継者に戻ればシドは自由になれるでしょ。姉さんは俺のために。だが本当のことをやっと知れた。ならばやることは。礼を言うぞ太鼓。呼んだか？何か？あ、そういや全員太鼓だったな。シド、いつも僕らのこと太鼓って呼ぶと。ちゃんと名前呼んでほしいドン。ぐね、ドン、カツ、フカ。なんか照れるドン。カツだドン。呼んじゃったドン。シド、僕はどっち？うるさい。帰るぞ。騒がしそうに。ごまかしたドン。ごまかしドだドン。シド君、フワのことお願いします。任せてください、レミさん。というわけだ。俺は姉さんにアイドルをやめてほしくない。引退を止める。そのために力を貸してくれ。もちろんだ。もちろんだよ。もちろんだドン。恩に着る。小太郎、ヤマト、どんちゃん。